やあ、かほです。今日は同棲中の年下彼氏にモニタリングを仕掛けたいと思います。私は朝が苦手で、普段 99.9999% ぐらいトモヤに起こしてもらってるんですけど、もともとトモヤの性格が穏やかなこともあって、起こし方が上手だなって思うことがよくあります。なので今回は、普段年下彼氏は彼女をどんな風に起こしてくれているのかを盗撮したいと思います。しかしこの動画には一つすごく大きな問題があります。それは、私がトモヤより先に起きるという奇跡を起こさなければいけないということです。なので私がトモヤより先にちゃんと起きれた時に動画を撮ってみたいと思います。それでは皆さんご一緒に、始まり始まり。
な。もう一回寝るか。うん、あ、中もか。ダメ。ああ、これ。あれさ。今日泣かなかった。思い出し笑い。何もないよ、家にご飯。どうしよう。もうちょっとで木刀を手に入れるとこだったのにさ、起こされた目覚ましに。日本から選んでよかったんだよ。中二病の話したから。なんだっけ、忘れちゃったもん。ガローテス。撮ってみたでした。いつ撮ったの？頑張ったわけよ。たまたま起きたから。何日も待ってたの。へえー、そうなの。不気に起きれる日を。全然起きてないよ、から不気になって。起きれたね。たまたまだってなんだっけ、何撮ってたんだっけ、なんだっけ。いや、寝てなかったんだ、あの時。無視して。今日めっちゃ目荒れてるよ。なんか垂れ下がってきてるよ、まぶた。いつも通りに起こしたよ。いつも通りすぎて分かんなかったね。今日起きる方だよ。起きた方だよ、早く。だからか。僕もうちょっと、僕だって30分以上かけて顔のこと起こすね。1時間かかる日もあるんだから、だって。いやー、ともやの起こしが足りない。足りてるわ。諦めんだよ、途中で。諦めて無理すぎて。試合終了だ。最近かほさ、こうやってさ、強制的にこうやって起こすやつあるんじゃん。物理的に。そう、あれやっても起きないよ、最近。なんかもうそのままだ。寝てんだよ、多分その時も。絶対座りながら。そう、力を入れてないの。でもさ、だってカオさ、嫌な起こし方したらさ、怒るじゃん、絶対。だから僕は常にカオが嫌だくならない、かつできるだけ早く起こそうと頑張ってんだよ。企業努力して。いや、今後も続けてください。起きろよ、自分で。お願いします。起きる努力をしろ。気力を感じられない。起きる気力を。この間ほっといたら4時ぐらいまで寝てたじゃん。